くねくん今日暑いね。はい、こんな暑い日はですね、これですわ。じゃーん、おでん。まあ、完全にね時期外れなんですけども、こちらのおでんですね、ペットショップの、レジ横のね、ワゴンのところに、置いてあって、めちゃくちゃ格安で置いてありましたのでね、まあこれやってなかったっていうのもありますけど買っちゃいました。じゃあね、今日はねグレン君とおでんを食べていきたいと思います。開けていきましょう。はい、こういう感じですね。はい、相変わらずですね、これはパウチになってまして、おでんっぽいね具が入っております。今回の具は鶏肉、こんにゃく、さつま揚げ、人参、大根となってますね。じゃあ早速ね、この中にね出していきましょう。はい、あ、すごくねおでんのいい香りがしますね。はい、じゃあねこちらを一応ですね温めたいと思います。じゃあいきます。はい、温めてきました。ってことでね、こちらです。このやっぱりねプルプルの部分がなくなりましたね。はい、でこれが鶏肉、人参、大根、がんも、こんにゃくですね。非常にね今回いい匂いがしておりますんで、きっとねこれは美味しいと思います。はい、はい、じゃあ早速ね揚げていきましょう。これ待ってね、グレーン待てよ、グレーン、いいよ食べていいよ、 OK。 うん、熱い？どう？まずは汁からいくんですかね。あ、ガンもいた、ガンもいた、ガンも、あー、あー、汁が、汁がカーペットに汁が染みちゃいましたね。これ遠くに持ってかんのかい。今回は結局汚れちゃいましたねカーペット。これなんかガンモドキ食べるの時間かかってますね。あれ、ガンモドキ放置。次は、あ、こんにゃくですね。こんにゃくまで放置。トン、次は、あ、鶏肉ですね。鶏肉は、鶏肉を持ってくの？全部持ってくやん。鶏肉はちっちゃいからね。そんなちっちゃい鶏肉をようそんな気3つにばらしたね。食べ終わりましたね。あ、こんにゃくは絶対最後まで残っちゃいますね。あ、次おでんの定番大根をね食べ始めてますね。お、大根はそこで食べるんですね。お、人参を持ってた。という間に食べ終わりましたね。で必ずこんにゃくをね一ペロするわけですよね。残すところ大根ですね。あとはカーペットに放置されたこんにゃく。あ、大根は持てないんだね。あ、持てた。しみしみのおつゆしみしみの大根をカーペットの上に持てた。ああ、
してからの、おつゆですよね。ああ、グレーン、お皿が綺麗になるね。あら、綺麗に食べて。お利口ですね。はい、あとこんにゃく。うわぁ、ソファーの上はやめてほしいな、グレン君。すげえな、グレンとこんにゃく同じ色しとんな。お、食べ終わったね。はい、綺麗に食べ終わりましたね。はい、ごちそうさまでした。いつもね、こういうシリーズをね、食べるときはグレン君遠くの方でね、持ってってね、食べるなっていう認識だったんですけども、今回ね、このカーペットの上でね、食べれば遠くの方に持ってってね、カーペットに被害はないのかなと思ってたんですけども、カーペットの上でね、全て見事に食べました。はい、結果ね、カーペットがシミだらけになりましたね。ということでね、今回の動画はこれでおしまいです。高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは皆さん、アディオス。